なんかね、この前さ、お話し会のあの間に時間ある時があって、その時に葵とねお話ししてたんだけど、葵の前でなんかちょっと変顔みたいなのをしてたら、葵が、あゆみおでんくんに似てるわって言ってた。似てるかな、なんかね、こういう口したらめっちゃ似てるかも。おでんくん、おでんくんめっちゃわかる、マジ。なんか初めて言われた、自分でも、あ、似てるかもと思って。あー似てるかも。口の形が特徴的。口、ここ、これ口がセクシー、どこが。でおでんくん本当に似てるって言ったら、葵が大丈夫だよ、おでんくんいい人だからねみたいな言ってた。なんか口がさ、なんだろうな、口大きいし、なんか唇も太めだから。ね、優しい人らしいね、おでんくん。そういう問題。おもろい、笑ったよ、めちゃめちゃ笑った。なんか似てるよね、なんか目もさ。なんか目も、目もなんか似てるかもしれない。葵口内炎になってた、そうそう、葵なんか口内炎痛いって言ってて、口内炎を一生懸命写真で撮ってた。葵ワールドすごい、葵ワールドすごいですよ。